2つ目のキーワードに行きましょう、はい、山男が山に登るように、ね、なんでこんなに世界各国あちこち行きたくなったのかな、いつぐらいからだと思います、思えばというところをちょっと、子供時代はどんな、あ、はい、旅行が好きで、旅行が好きでどこでもどんどん行っちゃう、うん、で中学校ぐらいから、小学校ぐらいから平岸、札幌で小学生だったんですけど、はい、僕は旭岳に行きたいとか言って、旭岳とか勝手に電車で行ってしまって、勝手に山を登ってしまうとか、小学生なんですけど、でだん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 こう旅行が好きで、うん、で大学もやっぱり遠くに行きたいって言って、本州の大学に行きたいって言って、はい、まあ、東京の大学に行って、うん、で、まあ、そこでもやっぱり東京だけにいるのは嫌で、いろいろさまざまな国に行きたい、まあ、その頃はでもそんなにお金もなかったですし、まあ、行けるところも限られてたんですけど、はい、例えば、香港に、安いパックで行ったり、あとバックパッカーとして、うん、ハンガリーとか、イギリスとか行って、なんか途中で旅行先に熱を出して倒れたりして大学生って必ずそこをなんか通るみたいですけどね、熱出すっていうのね、なんか熱出しましたね、はい、バックパッカー、大学生らしいなんかバックパッカーの旅を満喫して、はい、冒険心のたくさんあるなんか男の子らしい男の子ですね、そういう感じ、子供の頃からそうでした、そうですね、まあ、割となんか、うん、昔からなんか行ったとこないとこに行きたがる子でした、あ、落ち着きがなかったのかもしれないんですけど、はい、でね、なんでそんなにあちこち行きたいのっていうふうに聞いたら、山男が山に登るようにっていうふうにおっしゃったんですよ、はい、もうなんかこう本能的にってことですか、いろんなとこに行ってみたい、そうですね、うん、そこに山があるから登るじゃないんですけどそこに違う国があるから国境線をまたぐというか、はい、水平線の向こうに行ってみたいみたいな感じで、水平線が、道があって水平線があって、どうなってるんだろうみたいな感じで、はい、どん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 越えていっちゃうみたいな感じで、例えばそのフランスがあって、フランスにいたら次の隣はどこだろうってドイツに行くみたいな感じ、うん、熱出したりね、怖い目に遭うと、はい、また全然こう未知の国、はい、まして私なんかさっきから北島さんから聞く国の名前なんか知らないのいっぱい出てくるし、すいません、はい、ね、そうなるとなんかちょっと怖いとか、はい、ね、はい、不安に思ったり躊躇したりとか、どんなとこだか分かんないから、はい、とかそういう気持ちにはならないですか、いや、常に怖いです、特に危険な情報が出てる国とか怖いですし、はい、割とお腹を弱いんですね、あらら、そうですか、だからよくそんな外国行きますね、お腹弱いんですかお腹弱いですね、あらら、胃腸がもともと弱いので、はい、ちょっとそういうところに行くとちょっとこうなんか、うん、お腹が下したりとかすぐ出ます、はい、はいはい、それでもすぐ不安になります、それでもこうまあ、でもそういうこうなんていうんですかね、前に冒険家が出た時もですね、ちょっとこう怖がりだったりするっていうのは決してマイナスじゃないんだよっていうふうにおっしゃってました。そうですね、僕たちやっぱりこう危険なところに行くっていうのは割と、うん、認識しているので、はい、まあ、怖がりな人が同業者でも多いと思います、うん、かなり確実に安全をちゃんと確認してから行く、確実に安全を確保、それと、はい、あとまあ個人的にはどんなところに行っても大体最初の日に軽く散歩をするんですよね、30分とかでいいんですけど、はい、そのホテルの周りをまあ軽く歩く、そうするとかなり不安がなくなります、そんなもんですか、そうですね、ちょっと旅のポイントかもしれませんね、そうですね、着いたらまず30分ぐらい近辺を散歩してみる、そうですね、あ、ちょっと歩くとなんか僕の場合は気が収まる、気が休まるラグというか、そういうことがありますね、そこにまあちょっとご挨拶じゃないけど、はい、親しむための第一歩、はい、ね、歩み寄るみたいな、はい、そうですね、ま、窓から見てる方がなんかちょっと怖いところみたいな感じが見えるんですよね、はい、ホテルの窓からじっと下を見てると、うんうん、なんかちょっと行ったら何か起きるんじゃないかなと思うんですけど、うんうん、でも出てちょっと軽く歩くとかなり気が安らぎます、うん、あ、
なんかちょっといいお話ですね。そんなもんかもしれないですね、はい、山男が山に登るようにですよ、いろんな仕事を見つけたら、これはまた行ったことないところだからぜひ行ってみようというふうに、こういろんな場所にお仕事に行った北島さんですけれども、ちょっとその中で一つエピソードをね、こんな話あったよっていうのを一つどうですか。インドに、インドに、はい、行ってまして、何のお仕事してたんですか。医療保険、病院とかに行くと、多分日本人の方皆さん保険があって、保険証を出せば、はい、医療費が安くなる、治療費が安くなる、はい、でそういうのって先進国はあるんですけど途上国はないんですね、うん、でまあこういうのをどういうふうにして途上国でも広げるかっていう調査をやっていたんです。その調査のためにインドに行った。はい、はい、でまあ田舎の病院に行きまして、で入院患者の人に聞き取り調査をする。聞き取り調査、はい、はい、うん、でまあ聞き取り調査をするんですけど、はい、まあ、まず言葉が英語が通じないので、まあ、通訳さんが入る、はい、でいろんなことを、まあ、貧しい人なのでいろんなことをご存じないので、うん、そういうこともこう導入しながらやっていかないといけない、はい、で、一番困ったのはその保険の調査に行ったんです。で、はい、どういう医療保険が必要だと思いますかって言ったら、医療保険というものを知らない。あ、そもそも医療保険を知らなかった。そうですね、保険というものを、について聞いたことがないので、イメージできない、はい、だからこう掛け金がいくらとか、うん、日本だったらどれぐらい3割負担とかございます、ね、そういうのを、はい、高いとか安いとかって話になると思うんですけど、うんうん、そういう話がもともと聞き取り調査ができない、うん、でそこで止まってしまった、だから調査で行ったのにそもそも存在を知らなかった。そうです、だからこう、ね、そうなると調査をする側としては非常に難しいんで、うん、そうですね、でもなんで知らないんですとは言えないので、もちろん、はい、やっぱりこう全然教育がなくて字も読めなくて、うん、で社会のいろんな制度とかもご存じないと、うん、これだけでその人は入院していたので、はい、まあ、それだけこう難しい立場に入ってしまうんだなというのが、自分の中ではちょっとショックだ、ショックだった、はい、北島さんご自身もまあ親御さんが開業医さんで、はい、そういう環境の中で育ったから、はい、まあ、余計ショックだったっていうことなんですけれどもね。そうですね、やっぱり父親がずっと患者さんを診療するのを見てましたので、はい、うんうん、まあすべらからくいろんな人が医療を受けれる権利っていうのがあると思うんですね、はい、でもお金がないとその権利が奪われてしまう、でそのために保険というものがあるはずなんですけど、保険ということを知らないと、うん、どんどんそれだけ高い負担を払わなければいけない。そうですね、結局そのお金が払えないから治療も受けられないっていうことになってしまう。そうですね、はい、保険自体はあるんですか。でも失礼な話ですね、インドで どこそこ保険みたいないくつか選べるぐらいあるものなんですか。あるんですけど、はい、全人口が13億で、2億人ちょっとが貧しい、はい、でその貧しい人たちがどういうふうに、うん、まあ生活を改善できるかっていうのがテーマで、うん、僕の担当はたまたま医療保険、はい、でまあそういう人たち、まあ、貧しい人たちなので保険の掛け金もすごい限られる、うんうん、その中でどういう医療保険を提供できるかっていうテーマで、はい、調査をさせていただいた、うん、よくテレビなんかで見るそのインドの貧困層のことっていうのはね、たまにニュース番組なんかで出ますけれども、その具体的にその保険の存在も知らなかった、僕ショックだったっていう話は、こう具体例を一つ聞くとまた海外の事情をこうより身近に感じるというか、知らなかったことがいっぱいあるもんですね、やっぱり。そうですね、うん、まあ純粋に貧しいと言ってもただお金だけを与えればいいのかというと割とそうでもなくて、はい、例えばちゃんとした教育をとか、ね、ちゃんとした栄養をとか、はい、ちゃんとしたそういう医療をっていうふうに細かくこう切っていくと、うん、いろんなところを直さなければいけないというのは、うん、まあそれはインドに限らない多分ほとんど全ての途上国 で、ね、まあ、どうただ貧しいです、じゃあどう貧しいんですかと言ってこうこことこことここが貧しいですというふうにこうだんだん分析していくわけですね、うんうん、そこをまあ一つ一つ直していくのが僕たちの仕事というか、うん、
そういうところの、まあ、ある国と一つの出会いがあると、はい、じゃあそっちのこっちの国はどうなんだ、はい、こっちの地域はどうなんだ、はい、っていう話になっていきますね。確かにそうですね、連れて回ってきたんですね、はい、北島さんは。そうですね、まあ、そういう同じような問題を抱えているところもあるし、はい、あとなんかケースバイケースで全然違ったりもするので、うんうん、まあ、そういう違いを楽しんだりとか、はい、そういうのはあります。一箇所でだいたい滞在どれぐらいって決まってるもんなんですか、こういう協力ワークあって。ルールはないんですけど、一般的な任期は2年とか3年というのが多いと思います。で、長くいると5年とか6年とかという方がいらっしゃると思います。はい、僕たち、まあ、いろんな国、例えばサモアとかブルキナファソとか、うん、今まで、これ見られてる方ご存知かどうかわからないんですけど、でも あまりマイナーな国に行くことが多いんです。ただ日本でこう報道されているのは、例えばアメリカのことだったり中国のことだったり、あと韓国と北朝鮮で、うん、多分新聞とかテレビを見てもほとんどその4つの国のことで終わってしまうので、はい、まあ、もう少しいろんな国のことを見てほしいなというのは個人的な希望ですね。はい、それでは3つ目のキーワードです。